皆さんこんにちは。1980年代を代表する日本アイドル歌手の中森明菜さん。中森明菜が戦友と共に大学を卒業して完全復活の実態と YouTube 活動や芸能界復帰で紅白出演が関係者について紹介します。まずは中森明菜さんの経歴とプロフィールから紹介します。中森明菜は日本の歌手、女優、本名同じ、1982年5月1日デビュー。1980年代を代表する女性アイドル歌手であり、数多くのヒットナンバーを世に送ったアイドルの当たり年と言われた1982年のデビューで花の82年組の一人であった。またコメディエンヌとしても活動していた。東京都大田区大森生まれ、清瀬市育ち、明治大学附属中野高等学校定時制中退、検温、コレクション、コンティニュー、NAPC 楽工房、フェイス、ファイスを経てヘルツビレッジ所属。所属レーベルはユニバーサル・ミュージック・ジャパンのポリドレコーズ内の施設レーベル歌姫レコーズ。1982年5月1日、16歳の時にシングル、スローモーションでデビューし、2枚目のシングル、少女 A がヒットした。1983年には、セカンド、ラブ、キンクなどもヒット。以降も、北ウイング、飾りじゃないの夜涙は、など連続してシングルヒットを出し、1985年のミ・アモーレと1986年のディザイア・情熱で2年連続となる日本レコード大賞を受賞した。若干二十歳で歌手としてトップクラスの実績を収めていた。1980年代のシングル総売り上げは年間ベスト50位以内のものに限っても9325万枚、年間50位以内ランクイン曲数は22曲と、どちらも当時の女性アイドル中で1位であった。また日本レコードセールス大賞年間アーティストトータルセールス最高位の座を4回獲得している。女優としても1985年1月公開の映画愛旅立ちで近藤真彦と共に主演を務めたのをはじめ、1992年には連続テレビドラマ素顔のままでに安田成美と W 主演。その後も1998年の連続テレビドラマ冷たい月で長作ひろみと共に W 主演するなど活動を広げた。2002年にはカバーアルバム ZERO アルバム歌姫2を発表。歌姫シリーズの第2弾として発売されたこのアルバムはヒットを記録する。以降歌姫三種幕、フォーク、ソング歌姫叙情歌などカバーアルバムのシリーズ作をリリースする。2010年10月体調不良により芸能活動の無期限休止を発表。2014年12月31日第65回 NHK 紅白歌合戦にスペシャルゲストとしてニューヨークのレコーディングスタジオから生中継で登場し、4年3ヶ月ぶりに芸能活動の復活を果たした中森明菜58の復活劇が話題を呼んでいる。公式 YouTube チャンネルに登場し、ヒット曲タトゥーのジャズバージョンを披露したのである。最後には両手でピースサインを作り笑顔で明るいのだ。2017年末のディナーショー以降長きにわたった活動休止。デビュー40周年を迎えた22年には NHK の紅白出演オファー説が伝えられたが実現しなかった。翌23年には北ウイングをセルフカバーした楽曲をリリースするなどしたが、この時公開された金影は黒いブランケットに目から下を覆ったものであった。そうしたこともあって芸能マスコミは今回顔出しカラーで動くなどの見出しで歌姫復活と伝えた。ネットには嬉しくて感謝お帰りなさいといったコメントが殺到している。明菜さんの大人の歌声に私も感激しましたと芸能リポーターの平野早苗氏はこう言う。明菜さんは明るいばかりじゃない、独特の暗さがあって笑っていても無理に演出しているような印象も魅力だと思うんです。山口百恵さんも現役時代同じような印象を受けましたけど、それとも違う心の中の葛藤、弱さと言いますか、誰にも真似できない確立された雰囲気がありました。その胸の内は想像するしかありませんけれども、今回マイクの前に立つ姿からはそれとはまた別の新しい明菜さんになっているように見えました。
歌手人生の新たな扉を開いたということなのでしょうね。明菜を長く取材する芸能記者、マスコミ関係者からも同じような感想が少なくないようだ。明菜はストレスによる免疫力低下や帯状疱疹を患い、体調面が優れないとの報道も続いた。それもあり、若々しく健康そうで王子と変わらぬ美しさに驚くとともに称賛する声が上がるのだ。14年の紅白出演時は米ニューヨークからの生中継でした。当時は長くアメリカに滞在していたそうですが、昨年は都内でホテル住まいと伝えられた。帯状疱疹が完治したわけではないにせよ、知人と食事を楽しむなど回復に向かっていると、そうした話を大きく上回るような復活ぶりなのだからすごいのです。元スポーツ紙芸能記者、明菜は80年代アイドルの筆頭格というだけじゃない、業界では数々の機構でも知られた。打ち合わせの流れで飲んだ時、テキーラとかどの強いお酒をぐいぐい飲んでいたのを覚えています。毎タバスコを持ち歩き、フグ鍋の締めに一瓶かけてしまう姿もあった。若く元気だったからでしょうけど、相当なストレスを抱えていたのでしょうね、と当時を知るテレビマンは振り返った。デビューから数年後、ファンの集いで司会を担当した芸能リポーターの小柳美恵氏はこう言う。もう大人げで、会場前には早朝からファンが詰めかけ、入りきれないほどでしたね。明菜さんは本番前、ご機嫌斜めでステージに出たくないと言い出して、スタッフの方がなだめ、私はアドリブでつないだのですが、異変を感じた観客がざわつき始めた頃に登場した明菜さんはさすがの一言、明るく楽しいトークで沸かせ、歌い始めた途端に会場が明菜ワールド一色に染まっていったんです。新人とは思えない表現力、存在感に圧倒されたのを覚えています。ステージの後は機嫌も戻り、元気に挨拶して会場を後にしたという明菜。ピカイチの才能にして、マネージャーが1年に5人いや7人変わった、その時の機嫌次第で対応が違った、といったエピソードも数えきれない。私生活でも注目を集め、女性誌やワイドショーのトップが定位置であった。長い活動休止中は体調不良などでそのまま引退かとの見方もあったが、それらを吹き飛ばす勢いの最新動画公開である。活動休止中はどのように暮らしていたのでしょうか。また表舞台に返り咲くことへの思い、改めて歌うことへの思いもお聞きしたいですね、とは平野氏、今の明菜さんにまたお目にかかり取材させてもらえたらと、小柳氏、5月1日のデビュー記念日に向け、4月3日から毎週水曜日にセルフカバー動画を公開している中森明菜、4月17日には第3弾として1986年に発表した楽曲ジプシークイーンのジャズバージョンを歌唱した。動画は公開から4日間で340万回再生を突破。第1弾として投稿されたタトゥージャズは530万回再生を突破しており、多くのファンがその姿を待ち望んでいたことがうかがえる。2022年8月に再始動を宣言した中森は2023年12月に YouTube チャンネルを開設し、セルフカバーした新北ウイングを歌うモノクロの動画を公開していた。今年はジャズバージョンの連続公開に加え、7月12日から14日の3日間にファンクラブイベントを行うと発表しており、完全復活の機運が高まっている。しかし動画を公開するたび、一部から顔の雰囲気が変わったとビジュアルの変化を指摘する声が寄せられている。来年の7月には還暦を迎える中森さんですから、若い頃のイメージを持ったままの人からすれば異変を感じるのかもしれませんが、歌声に関しては昔のままと評価する意見も多い。7月に行われるイベントについては、明菜と一緒に過ごすイベントとだけ説明されており、所属事務所は復活ライブや復活コンサートではないとしている。有料での抽選でコンサートなのかディナーショーなのかもわからない状況ですが、中森さんが久しぶりにファンの前に姿を現すことは確かでしょうから、本当の金鋭お一目見たいファンの応募が殺到するに間違いあらない。中森がファンを思う気持ち、そしてファンからの愛は変わらずにつながっている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。